CRF150L フロントのパンク修理です、ね、さっきまで納車整備してたんじゃないのと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、こちらね2020年モデル でシートの方もね、まあ、お客様は黒がいいということで、まあ、2019年モデルでしたかね、以前のモデルは、ね、シート黒だったんで、まあ、2020年モデルは赤だったんですけど、シート乾燥してね黒色になってます。でフロントオイルちょっと取り外したいと思います。まあ、当店でね納車整備してますので、グリスアップの方はね、してありますんで、で近場だったらね取りに行けたんですけれど、結構ね遠方だったんで、今デッカーのサービスでねお店の方まで持ってきていただきまして、整備性いいですよねでシャフトの方もねこの耐水性グリス塗布してありますんで、もう全然錆びることもなく、まあ納車してねまだ1年ぐらいですかね、ですけど、まあシャフトの方錆び出ておりません。でこれハブのベアリングの方もね納車整備時にグリスアップしてますので、まあ十分ね、保持されています。グリスがね保持されています。ではちょっとパンク修理いたします。はい、修理の方はね完了しまして、車両の方はもうお客さん引き取られて持って帰られたんでね、車両の方はちょっとなくなってしまいましたけれども、でパンクのね原因はと言いますと、まあ、チューブの方はねもうダメでしたので交換させていただいて、でまあなんでダメになったかというとね、どうもね空気圧低いまま乗られてて、でリアの方もね、同時に、まあ、修理のね、時に同時にリアの空気圧見ましたが1キロ切ってましたのでね、まあ前回のオイル交換がまあ履歴で見ますと11月頃にね、オイル交換まあ当店でさせていただいて、その時ね空気圧は調整していますが、多分それ以降ね空気圧乱れてないと思いますので、まあやはりね風船と一緒で時間経つとねどうしても空気減ってしまいますのでね、こう風船と一緒でしぼんでしまいますので、まあ月に1回ぐらいはね空気圧チェックしておいた方がいいと思います。まあチューブレスのねタイヤでしたらこう釘とかねちょっとしたものが刺さっていてもね、空気が抜けるのがこう遅くてね、もうすぐパンクしてるとは感じないことが多々あったりしますのでね、まあそういった場合もね空気圧まめにこう点検していれば、なんか今回ね空気圧低いなということでちょっとタイヤを見てみたらね釘が刺さっていたとかいうこともありますので、まあ月に1回ぐらいね空気圧見ていただいた方がいいと思います。でこちらのねチューブの方も、まあ、空気圧がね減ったまま乗っていたので、中でねこうタイヤと擦れてこのようにもうドロドロの時、もう最近気温も高いのでね、路面の温度も上がってますんで、まあその関係もあって余計にね、チューブの方がこのようにドロドロになってしまいまして、この内側のねリムと当たる部分はもう全然サラサラなんですけども、でタイヤとの接触面はもう全周もうね、こう消しゴムが擦れたようなドロドロになっています。でこうどうしてもねブレーキかけたりですとか、あとね路面の凹凸でタイヤがたわんだりしますので、こうずれるんですよねリムから。ですのでこのチューブもね中でこう折れ曲がってしまっていてね、こうブレーキかけたりするときにタイヤがずるっとね、リムから滑ってしまってどん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 滑っていくので、中でチューブが折れ曲がってね、それでこの角がねタイヤと擦れて穴が開いて空気が漏れていたようです。でもうこちらのねチューブの場合ですと、その穴だけ塞いでもねもう全周的にこのようにもう薄くなってしまってますので、ね、あの擦れてしまってやすりがきしてみたいになってね、もう全周的に薄くなってますので、またどこかでね、擦れて穴が開くかもしれませんので、今回はチューブの方を交換いたしました。
まあ、ですよね、こういったこともありますので、空気圧月に1回は点検していただけるとタイヤの変化も、ね、早めに分かるかと思います。で、窒素を入れてても、ね、万能ではありませんので、まあ、そういった時も、ね、ちょっと減ってるようだったら、ね、もう普通の空気でもいいんで、補充していただいて、ね、通常の適正な空気圧にしていただいて、お乗りいただくことを強くお願いいたします。まあ、出先で、ね、こういうことになってしまうこともありますので、ということで、急遽パンク修理でございました。で、もう一点ね、ちょっと前にあったことなのですが、チューブの入っている、タイヤで、あとチューブの入っていないチューブレスタイプのタイヤ、まあ、どちらにでもあるのですが、この、ね、空気を入れるバルブから注入するタイプのパンク予防剤ですよね。こう液を入れておけば、もし、ね、釘とか刺さって穴が開いた時でもね、その穴にその予防剤がこう入っていて、穴をね塞いでくれて漏れを防止してくれたり、漏れにくくしてくれるというものがあったりしますが、ちょっとあれをね入れてしまうと、もしそのパンクした際にね、こう外から修理をしようとしますと、そのね、修理剤ですよね、パッチを貼ったりする修理剤の、接着剤ですよね、そちらの方がその予防剤でね剥がれてしまって修理できないという事態に陥ってしまいますので、でチューブレスの場合ですとね、もう中を一旦全部洗浄して、そのね、修理をパンク処理をするですとか、もうチューブタイプですとね交換になってしまいますので、まあ、できることでしたらね、予防剤入れていただかない方が助かるかと思います。当店の場合はその、ね、予防剤もまあ、絶対に効かないというわけではないので、やはり穴が開いたところにねこの繊維状のものが詰まっていて、やはりね漏れを抑えてくれるという、ね、効果あると思いますので、まあ、絶対というわけではありませんが、まあ、当店の場合はね後の修理のことを考えると、やめていただきたいのが本音でございます。で、あとパンクした後にね注入する、パンクね応急のパンク修理剤ありますね。あちらもまたね、あれが充填されてしまっているとね、やはり同様に、パッチが貼れないという事態になってしまいますので、やはり同じようにね洗浄もしくはチューブタイプですよね、交換になってしまいますので、あちらもねできることでしたら使っていただかない方が助かります。あとで修理することを考えますとね。で、昔ね本田さんがやはり純正部品でね、こうタフアップチューブといって、このチューブがね表側が2層になってまして、こう、ね、通常のチューブの上にもう一膜チューブが貼ってあって、その間にね同じような、パンク防止剤がね充填されていて、物が刺さったりしてね穴が開くと、そのね、予防剤が出てきて穴を塞いでくれて、漏れにくくしてくれるというチューブをね一時発売してたことがあるんですけれども、井上さんですよね、 IRC さんの、製造で一時あの株ですよね、リトル株とか、まあ、普通の株に装備されていたことがあるんですが、あれもね結局なくなってしまいましたね。やはりこうパンク修理できないというのが一番で、あれもねよくよくなんか洗ってね洗浄して、パッチをね貼ってくださいというお達しが出てたと思うんですが、結局ねなんかあんまりいいことならなかったような感じがします。まあ、なのでね、予防剤ですとかパンク修理剤は、まあ、できることでしたらね、ご使用を控えていただきたいというのが本音でございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。